これから僕らがまだ何者でもなかった頃のことを語ろうと思う。まあ今だって YouTube 見てない人たちにとっちゃ何様だよって感じなんだろうけど、でも早送りしないで見てみてよ。企業案件だし。ラッキー YouTuber ホワイキーズ誕生物語。恋の話だから。このクルンってしてる方したの、この三日月のこうへこんでる方、いやいや違うでしょ、ここを反ってるところでしょ。どっちでもいいよ。よくねえし。マイクってんだよお前よ。お前もマイクってんだよ。柿の種で名画モナリザをカモー。羽の柿や。ここ反ってるところ面白いのかな。よくねえこれ。A ちゃんは分かってないな。どんだけ優れた発明も歴史に残る発見も最初はみんなバカにされてたんだよ。そりゃそうだよ、だって誰もみんな見たことないんだから。面白くないから誰もやってないんじゃないの。ぶっちゃけ買いすぎた柿の種を生かそうって無理くり絞り出した企画ではあった。この人柿の種で110万だって。俺らも柿の種で再生回数増やすっきゃないっしょ。とりあえずでっかいの1個買っとく。10個買っとく。その前に柿の種で何やるかじゃないの。とりあえず買うっしょ。僕らは2つのミスを犯していた。一つはみんなが使ってる超激辛じゃなくてノーマルなやつを買ってしまったこと。もう一つは10個のつもりが100個も注文していたことだ。支払いが俺のカードだったってこともだよ。なんか返すって言ってんじゃん。登録者数増やして何十倍にもして。っていうかさ、この際だから言わせてもらうけど、なんだよ改まって。そもそも YouTuber なんかで食えるわけねえじゃん。 YouTuber なんかで食えるわけねえじゃん。食えるわけねえじゃん。何言ってんの。俺ら天下取ろうって高校の時から頑張ってきたんじゃん。頑張ったよ、頑張りましたよ。全国大会目指すようなやつらと同じぐらい。全国大会、全国大会行ったってプロになれないやつは山ほどいる。全国大会行けたって普通に就職してるやつは山ほどいるって話。就職？姉ちゃん就職すんの？下がるわ。隣のりっちゃんは仕事楽しい？楽しいとか楽しくないとかじゃないよ。岡山から上京して百貨店の婦人服売り場で働いている。そんなもんなのかな。うん、そんなもんなんだよ。いやいや、そんなことないって。え？そんなことないって絶対。だって好きなこと仕事にして毎日笑って生きていられたら楽しいと思わない？まあできたら素敵だよね。本当に？本当にそう思ってる？うん。じゃあさ、アバンティーズがチャンネル登録者100万人達成したら、できたら俺とデートしてよ。ダメ？大きい夢をつかもうとしてる人も素敵だけど。けど？でも私は何気ない毎日の中に小さなラッキーを見つけられる人が好き。小さなラッキー？一緒にラッキーって笑い合える人が好きかな。
りっちゃん。ごめんね、スーパーのタイムセールの時間だから行くね。何なんだよ小さなラッキーって。分からなかった。ただ分かりたくなかったのかもしれないけれど。この番組は au スマートパスプレミアムの提供でお送りしております。 au スマートパスプレミアム月曜日の特典は東方シネマズの映画料金がなんと1100円、大人なら700円、大学生の俺たちだって400円もお得に。他の曜日だってすごい特典いろいろ。詳しい説明は動画の説明欄に。すでに会員の方はアプリからも見てね。au スマートパスプレミアムの特典は曜日ごとに変わるよ。月曜日は映画が1100円、火曜日はカラオケルーム利用料が最大1200円割引、水曜日は餃子の王将の餃子が1人前もらえる、木曜日はテモミンの対象コースが2000円割引、金曜日はマクドナルドのマックフライポテト S もしくはマックシェイク S がもらえる、土曜日はワウマの1000円クーポンがもらえる、日曜日は全国の対象の動物園に無料で入場できる。他にもすごい特典いろいろ。すでに会員の方はアプリからも見てね。タタタタタタ。ただいま。揚げぽよだね。何？なんかあった？今日何曜日よ。au マンデーでしょ。そっか、au 映画の日か。何それ、知らないの？ au スマートパスとかプレミアム会員だと月曜は東方シネマズで映画が1100円で見れるんだよ。400円もお得じゃん。400円じゃん。いやいや待て待て待て、400円あったら電車で東京から三鷹まで行けんじゃん。いや帰りどうすんだよ。てか三鷹行って何すんだよ。わかんないんだよソラチーには。そもそも1500円払おうと思ってたのに400円割引されたところがラッキーなんじゃん。あーわかるわかる、それそうなんだよ。いやラッキーラッキー。大学生の映画料金は1500円、一般の映画料金は1800円、その差の300円を稼げるようになることが大人になるということだ。小さなラッキーを見つけられる人が好き。りっちゃんは釣り目みたいな男が好きなのかもしれない。聞いてる？あ、ごめん、モノログ読んでた。何？何じゃないよ、登録者10万超えたんだよ今日の動画で。マジ？だから言ったろ、やっぱり正解だったんだよ柿の種。そうじゃないみたいよ。 A ちゃんのドッキリ企画。ドッキリ？実録、エイジ VS ソラチ、マジ喧嘩。何これ？こっちの方が面白いかなって思って。じゃあ、俺ドッキリだったの？じゃあ、就活は？300円稼ぐだけでいいなら大きな夢なんていらないのかもしれない。でも、だけどさ。特設サイトには撮影のオフショットや出演者のインタビューがあります。説明欄の URL から見てねー。